こういう積み重ねも大事よね。先生、私と彼女を同席させるとは、食べる速さでも競わせる気かね。フェルディナント、何でもかんでも私と勝負しようとするのはやめてくれない？エーデルガルト様、すみません、あまり良い成果あげられませんでした。何を言っているのペトラ、ちゃんと終えられただけで十分じゃない。ちょっと興味深かったね。ありがとうございます。
私は強くなれば。こんなとこで悔しい。私の力見せてあげる。貴族、何だったかな。頭のここまで出かかっておるのに思い出せん。そうじゃ、ザナドじゃ。それじゃよ、つい先日に言ったばかりじゃというのに。その景色にわしは懐かしさを覚えたじゃろ。その理由やはり確かめてみなければと思うてな。うん、今日できることは今日やれと昔から言うしの。今のは先生、一人で一体どこへ。特に予定はなかったと思いますが、あと追いますかな。追いたそうね。それじゃ課外活動ということにするわ。うむうむ、やはり見覚えが。この建物は確か、肝心な部分になると記憶にもやがかかっておるようじゃ。しかしわしはここで暮らしておった。それは間違いないと言えるぞ。何しろ見る前から壁の向こう側にあるものが思い起こされるのじゃ。
想像でどうにかなる話ではない。それにしても随分と谷の奥まで。このような時にふざけるでないお主、あの叫び声が聞こえぬはずがなかろう。あれを見よお主、谷の入り口に巨大な影が。先生を追いかけてきたは良いものの、何とも言えぬ状況になりました。前方には狼、後方には鷹、谷の入り口には魔獣ね。あれはそれも野生の、いえ、半影魔獣とでも呼ぶべきでしょうか。あの魔獣をどうにかしないことにはこの赤き谷からは帰れなさそうね。何はともあれ、まずは先生と合流しましょう。オーグ、強くなっ、焦らず戦おう。上がるより緊張するわね。私の力見せてあげる。先生、奇襲有利思います。引きこもっていたい人生だったのに。行きますか。助かります。さあ、仕事だ。戦いの空気苦手。おっしゃ、行くぜ。さあ、参りましょう。Thank you.
ちらからも鷹が。まずいわ、挟み撃ちになるわね。無事でよかったわ。でも単独行動は危険よ先生。我々も勝手についてきたわけですが、ここは互いに叱責を避けるため、単に貴殿と我々で課外活動をしていたと報告するにとどめてはいかがですかな。それにしてもあなた、谷に何の用があったの？やはり何か疑問が。やれやれ、ひどい目に遭うたの。しかしお主を追ってきた小アッパどものおかげで九死に一生を得たわ。生徒に心配されてすっかり教師じゃな。お主も教え導く者としての自覚が出てきたのやもしれんの。ま、
わしが導いてやっておるのか。それも当たり前よ。しかしあれだけの危険にさらされて得るものなしとはとんだ。なんじゃこの感覚は。わしの記憶がお主の体に作用しておるのか。おお、これは面白いの。お主少し強なったじゃろう。これもザナドへ行った結果か。無駄足にならずよかったのお主。は？拾ったじゃと？うん、これはお主にとって有用なものかもしれぬ。ま、使い道はお主が調べるんじゃな。意外と得るものがあったの。ひどい目には遭うたが、わしとお主の小さな冒険と思えば実に楽しいひとときであったぞ。おい、急いで出る準備をしろ。ルミール村の様子が一変したらしいんだが、情報が錯綜しててよくわからねえ。村の連中が殺し合ってるとか、家が燃えてるとか、とにかく急げ。殺せ、殺せ。うわこりゃ、何がどうなってやがる。惨憺たるありさまね。思った以上に胸くそ。気分が悪いわ。先生、
言い直したのだからやめて。それより今は村を救わなければと言っても、この惨状では下手に手を出しても死人が増えるばかりでしょうな。村人が村人を襲ってんだぜ。片っ端から殴って気絶させるしかねえ。君はいつも無茶を言う。失敗したら殺してしまうか、逆に殺されるよ。だとしてもこのまま手をこまねいて見ていることなどできない。私は行くぞ。私は帰りたいですけど。そんなこと言ってる場合じゃないですよね。助けを求めている人がいるなら助ける。そうでしょ先生。私突入指示待ちます。いつでも行けます。待って、村の中に不審な者たちがいるわ。村人たちの様子をうかがっているみたい。彼らを排除しながら正気の村人たちを救出しましょう。どうやら不穏な連中がいるようだが、まずは村人の救援が最優先だ。いいな、俺がここで正気を失った奴らを引きつける。その隙にお前らは村の連中を救ってやれ。ありがとうございます。あの奥で指示を出している者、職番のトマシで間違いないわね。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、仕事だ。ありがとうございます。トマシ殿、ここで何をと聞くまでもないかしら。わしはトマシなどではない。我が名はソロン、人の世の救済者だ。どうだ、驚いて声も出ぬか。仮の姿にまんまと騙されよって。わしがガルグ幕に潜んでおったのは
フレンという小娘の血を手に入れるため、この血があれば我らはまた一歩大望の実現へと近づく。俺も楽しませてもらうぞ。あれは死神騎士、あいつもトマシュ、いやソロンの仲間なのか。上がるより緊張するわね。ありがとうございます。焦らず戦おう。最小で劣悪な獣ごときがわしを殺せると思うな。これで任務がやりやすくなる。貴様、なぜこの村を狙った？何を企んでやる？実験台など誰でもよかった。成果は十分。帰らせてもらうぞ。ここは飛行。おい待て。ち、消えちまったか。逃がしたわね。そんなよ、見回ってくれば。まだ敵が潜んでいるかもしれない。どうにか片付いたな。犠牲も最低限にとどめた。奴ら実験台は誰でもよかったと抜かしていやがったな。あいつらのせいでルミール村の連中は。ここにいたか。その姿、お前が炎帝か。いかにも我が配下の死神騎士が世話になったな。世話になったとは随分な挨拶だな。お前がこの村をめちゃくちゃに。勘違いするな。何？ソロンは確かに我が協力者だが、同じ目的で動いているわけではない。このような行い、事前に知っておれば我が必ず止めた。それは断言しよう。口では何とでも言える。とりあえず修道院まで来てもらおうか。できぬ相談だが、我と貴様らとで手を組むというのであれば受けよう。何だと？放っておけば奴らはまた強行を繰り返す。それを止めたくはないのか。特に天帝の剣を持つ貴様の力があれば、ソロンなど敵ではない。
残念だ。貴様ならそう答えるだろうとは思っていたが、その選択後悔するでないぞ。ジェラルト殿、先生、エーデルガルト様を見ませんでしたかな。どうした。しまった、逃がしたか。なあ、大修道院に来てお前は変わったな。ルミール村に来てからお前怒りっぱなしじゃねえか。ガキどもを指導してるときは随分と嬉しそうな顔をするしよ。お前がそれほど感情を表に出せなんて大修道院に来るまで一度もなかったんだぞ。お前のそんな顔が見られるなら大修道院に来たこともよかったのかもしれん。あるいは初めから大修道院を出る必要さえなかったのかもしれねえな。しまったな。いや、そろそろ潮時か。今度暇な時に俺の部屋に来い。話がある。これはいかなることじゃ。お主が大修道院にいた記憶なぞわしにはない。お主のせいには一体何が隠されておるというのじゃ。先生、何と言えばいいかわからないけれど、とにかくお疲れ様。やれるだけのことはやったと思うわ。ジェラルト殿もそうおっしゃっていたわ。前を向きましょう。そういえばルミール村にも遠帝と名乗る者が現れたようね。何やら話をしていたとヒューベルトからは聞いたのだけれど、そんなことを。それで先生は信じているの？本当に正体不明の相手をなぜ信じられるのかしら。仮に遠帝の言葉が本当だとしても、その目的が何なのかも明らかではない。もし遠帝が遠帝の思う真実を明かす時が来るならば、その時は先生の前に仮面を外した姿で現れるかもしれないわね。エーデルさん、ちょっと聞きたいことあるの。あ、ごめんね、邪魔しちゃった。 いえ、気にしないでいいわ。それじゃあ先生、また授業で。ルミール村を狙った恐ろしい計画によくぞ幕を引いてくれました。この度の惨禍には天上の女神様も強く心を痛めていることでしょう。それにショコバンのトマシュがソロンという闇の魔導士だったとは、私たちの目が節穴であったことも猛省しなければなりませんね。まったくじゃ。入り込んだネズミに気づけぬとは情けないにも程があるぞ。のう。それにしても奴らは何者なのじゃ。トマシはいかにして潜り込んだのじゃ。トマシは同盟貴族コーデリア家の推薦で40年ほど前から修道院にいる。8年ほど前にコーデリア家に戻り、去年からまた復帰していたのだ。何十年とガルグマクにいて、なぜ今さら。一体何を企んでいるのか。それからイエリッツは帝国貴族の推薦で士官学校の教師となっている。仮に彼が死神騎士であれば、
敵は二国にまたがる組織ということになる。セイロス正教会の長い歴史の中で、いえ、それよりもはるか古の時より、フォドラの安寧を脅かさんとする者たちが現れること、後を絶ちませんでした。闇にうごめく彼らの正体は未だ不明です。ですがソロンや死神騎士はその一端に違いないと私は考えています。安寧を脅かさんとする者たちか、なれば征伐してやらねばのう、お主。